はい、こんにちは、ジョマです、今日先ほどに引き続いてね、これクラシックギター買いましたっていうご紹介なんですけど、前にアマゾンでね激安クラシックギター買ったんですけれども、白っぽいやつね、ここに持ってきてますけど、こういうやつで、今回買ったのがモーリスの M の15って言って、1975年に作った、寺田楽器っていうところが作った、でモーリスで売り出してるっていう感じなんですね。でもうそろそろ50年、ね、私でなんでクラシックギター欲しいかというと、当時フォークギターやる前がなんかに桜木町か何どっかでクラシックのギターの教室をちょっとやってくれるっていうんで、それ行ったことがあるんですよね。でその時に多分親が質屋かなんかの、まあ、今で言うとメルカリみたいなね、質屋さんみたいのでこう買ってくれたんですね、きっとね。でそれを持って行って練習したっていう記憶があるんですけど、まあ、それ以来、まあ、もちろんギターもわからないし、習ったのも何習ったかね、はっきり覚えてないような、ただそういう記憶だけがあるんで、それで、まあ、当時をね懐かしむという意味でね欲しくて買ったんですけど、まあ、これがね激安の方がなんとなく白っぽいんで、ちょっと飴色の激安のが白っぽいんで、ちょっと飴色のがねなんとなく古い感じ欲しいなぁなと思ってたんで、ちょうどこれならいいなっていうのが見つかったんで、買いました。ちょっとクラシックギターの曲特に知らないので神田川やってみますね。こっちの方までやるやつはビートルズのブラックバード、ブラックバード singing in the dead of night taking six again night night to fly ということで、ちょっとね原稿が高かったんで、こっち目いっぱい削って、もうほとんどギリギリぐらい、それでもまだね5ミリ弱ぐらいあるので、もしかしたら順ぞりしてるかもしれないんですけど、まあ、クラシックギターはちょっと順ぞりしてるぐらいはいいらしい、逆ぞりはまだアウトっていうことで、であと湿気、湿度が高いと順ぞりして、乾燥してると逆ぞりするらしいんで、ちょっとまあ逆ぞりね、こっちの方が高くてギリギリなんで、ちょっと弦を緩めて、しばらくこう乾燥、ここをまあ乾燥、湿度が特に高いことはないんでね、風通しよくしてるんで、だから弦緩めてしばらくちょっとこう置いとこうかなと思ってるんですね、放置して、そしたら少し良くなるかななんてねちょっと思ってるんですけど、クラシックギターはどっちにしてもね弦高が少し高いらしいので、あんまり詳しくわかんないんですけどね。
私ぐらいの歌だとどっち弾いてもあんまりね変わらないっていうかね。こっちの方がやっぱり音が響きとかがね、まあいいですね。ということで、まあメンテナンスちょこちょこ手を、ね、メンテナンスしながらまた2つともね大事に使っていきたいと思います。何かクラシックの曲ね、クラシックギターあるんでクラシックの曲1個絶対練習しないといけませんね。あの禁じられた遊びじゃなくて禁じられた遊びだとね、ちょっと禁じられた遊びは最初しかできないんですけど、ちょっとそうじゃないやつ、何かネットで探してね、あ、クラシックの定番の一個覚えたいなと思ってます。ということで今日はねビートルズ1曲やったんですけれども、まあ来週からまたね頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。